次は次の聖子さん、うまくやる、狡猾に生きる。足らなかったのは狡猾さだ。僕は今度は失敗しない。幸せになるんだ。景色まで月美しきのにあわば、すがしからまし人ならずとも。月が怪しいほど美しい夜に誰かと出会う。それが人ではなく化粧であったとしても、なぜか気分がいい。今の僕の気分にぴったりな歌だ。なれるよ。いくら自分が強くても最後には周りに引きずり倒され押しつぶされる。誰よりも強くなれれば戦いなんて退屈なだけになるんじゃないかって。力とは数だ。強さとはそれを操る狡猾さだ。個人の暴力なんて世界にとっては取るに足らないよ。帝都で行われる総合武術大会に出てもらい、あなたが選ばれなかったのはただ力がないから。勇者を潰すのだ。どうやらこの世界でも人の死は見せ物らしい。最強陰陽師の異世界転生記